稚内空港に来ています。まもなく着陸してくる、東京からの571便をこれから撮影しようと思います。8分後に到着ということで、今高度は、まあ、約9000フィートですね。先ほど、アライバルの無線が入りましたので、この後着陸許可の無線を受けて、車の外に出て、ランウェイの方の、撮影をしようと思います。稚内空港は、118.3 で、タワー更新しています。今日はランウェイ06ということで、今そのエンドに来ていますので、頭上をかすめる映像を撮りたいと思っています。今いる場所がね、見えるかな、これ稚内空港がここにありますけど、ランウェイがあって、ランウェイここ06エンドなんですが、このすぐ脇に道路があって、この稚内幌延線って書いてありますけど、この延長の延って字あたりに今、車を止めて車内にいます。これからここの06に向けて、着陸してくるはずなので、当該機がどの辺にいるかっていうと、もう残りだいぶ近づいてきてますから、あと5分ぐらいですね。そろそろアライバルの無線が入ると思うんですけどね。やや横風気味でもあります。さっき無線でね、鳥の駆除って言ってたからね、多分バードパトロールがね、来るんじゃないかな、近くに。今いる場所が実はこういうとこにいます。ランウェイのエンドなので、着陸灯も点灯してますよね。今からこの頭上をかすめていくのを撮りたいと思ってるんです。まさに真下に、滑走路の 真下にいますので。いい絵が撮れることを期待しています。ただ風が強いのでカメラブレそうです。しっかり頑張りたいと思います。まあ、あまりの風と、ちょっとわからない、今日霧もかかっているので、先ほど千歳からの到着予定のボンバルディア機が、千歳に引き返しちゃいましたね。着陸を狙ってここに来たんですが、ネットで調べてみたら折り返しで千歳に先ほど着陸しちゃいました。改めて出発してこちらに来るそうなので、まあ、それを待つことになります。なのでこのランウェイエンドにたっぷり今から構えていようかなと思っています。また情報が入りましたら撮影しようと思いますので一旦止めます。